場所を今ちょっと島陰に変えようと思ってます。ポイントを移動してます。ちょっと北風と寒い寒い北風が相当強くなってまいりました。近場に、あ、帽子が飛ばされましたよ。帽子が飛ばされちゃったよ。これは大差事だな。よし、これ大切な帽子なんだ。よし、それじゃ行くぞ。冬のね、釣りっていうのはどうしても寒い、北風が吹くし、でも、じんじん冷えてる。まともに波をかぶる。カナはどうしてもこういう感じになりますね。さっきまで大体1時間半ばかりあったんですが、私がベラ4匹、この前名人も3匹ですね。まあ、もう少し風がなければこの辺り大体いろんなそういう根の生えた場所ですから、ベラとかカワハギとか、まあ、スタジオ部分ではね、多分釣れると思うんだけど、この正面が長坂崎ですね。長坂崎のちょっと島陰に移動して山で、まあカサゴでもおれば、まあ、そのを狙って終わりにしたいと思いますね。おい、寒中水泳のある寒中カヤック。気温の方も、10度いってないかな、8度ぐらいだもんね。お、長崎の時の方はこういう岩場になってますね。岩場になってます。岩場に近づいてはきました。お、いい感じだね。もうやっぱり少し風は遮られるのか収まってきましたね。
ちょっと岩場に近づいてますよ。もう下の方がはっきり見えてます。あそこ面白い岩の形だよね。岩の形が面白いね。お、突起物じゃないだろうな。お、下がはっきり見えるわ。お、この辺りだな。そこで外食できるな。これがちょうど長者ヶ崎の、前の島の突端部分ですね。突端部分が少し砂浜じゃないけどそれと山になってますね、この辺だとだいぶもうそこがはっきり見え、はっきり見えますね。岩が顔出してるね。Yeah.